こんにちは NJF です。木をてらわないマインクラフト実況をやっていきます。今回は実際に使える図書館を作ります。すでに整地と場所選びは終わっています。ここが真ん中ですね。今回は一辺の長さを奇数ブロックにします。土台には最近使っていなかった泥レンガを採用しました。実は私は今まで拠点に図書室を作ったことはありますが、独立した建物である図書館を作ったことがありません。理由はいくつかあります。まず第一に、外見で図書館とわかる建築様式が存在しないようなので、拠点の街並みを整える装飾として図書館を作る理由がありません。温室や灯台のような見てわかりやすい建物の方が装飾としては作りやすいです。では外ではなく内装を見に中に入るかというと、今までの本棚にはエンチャントぐらいしか用途がないため、すぐに中には入らなくなることが予想できてしまいます。さらに装飾で作るにしては本棚のコストは高めです。このような理由から、以前のバージョンでは私の中では図書館は優先度がかなり低めでした。しかし今回のアップデートでも用入りの本棚が登場し、状況が変わっています。本を入れられるという本棚の本来の使い方ができるようになりました。では何の本を入れるかというと、私はエンチャントレベルが上がるとエンチャント台を使って本にエンチャントしています。前回ステーンチャしてダメージ増加4にしてありますね。他に大したものはないので、それをもらっておきましょう。いいのがないのでステーンチャです。次はどうでしょう。耐久算はいいですね。その後何度かステーンチャして効率強化4が出ました。次回のためにこれで止めておきましょう。ステーンチャした本は砥石にかけておきます。今回はダメージ増加4、耐久3、次回には効率強化4が確定と、なかなか運が良かったですね。時々こういったことをしているので、エンチャント本が大量に余っています。それらのエンチャント本、図書館で整理収蔵しようというわけです。図書館の方は壁ができたので屋根を作ります。今回は銅の屋根にするのですが、メリハリをつけるためにダークプリズマリンで縁取りしています。また屋根の一部はまだこのワールドでは作っていないドーム型の屋根を採用しました。球体の設計図を出してくれる有名なサイトがあるので、半球型のドームなら簡単に作れるでしょう。少し尖らせたり玉ねぎ型にしたりすると難しくなります。ちなみに現実でもドーム屋根は銅葺きが多いです。銅は自由に曲げられるからだと思います。ドーム屋根だけでは装飾が足らない気がするので、尖塔も増やしておきました。ドームと尖塔はセットでよく作られる構造ですね。角に窓を付け忘れていたので追加して外装は完成です。今はまだダークプリズマリンが目立っていますが、銅が錆びるとちょうど良いバランスになるでしょう。次は内装ですが、図書館の内装ですから本が並んでいればそれらしくなるため、ある意味簡単です。まずは床と壁を作って本棚を置いていきます。エンチャント本は30種類ぐらいありますから、全種類入るように計算して本棚を設置しなければなりません。それ以外に他の建築の内装と比べて気をつけないといけない点は多分ないと思います。窓を本棚で塞ぐかどうか迷うぐらいでしょうか。今回は窓を塞がずに壁際に本棚を置いています。あとは天井を作ると、普通の建築なら内装はおしまいです。しかし図書館にはもう一つ仕事があります。それは今まで使っていた書庫からエンチャント本を運んできて1冊ずつ本棚に並べることです。エンチャントは30種類ぐらいありますし、スタックもできないためインベントリを圧迫してなかなか大変です。しかし
これをやらないと作った意味がありません。運んできた本はこうやって地道に並べます。こういった整理の作業だけで1時間かかりました。では完成した姿をお目にかけましょう。図書館の周辺はこのように植え込みなどで装飾しました。随分と見栄えは良くなったと思います。こういったゲートがあると曲がり角が分かりやすくなります。目印がないと意外と行き過ぎることがあります。特に植え込みがあると交差路を見落としやすいです。では中に入ってみましょう。本棚の横に本の種類が書いてあると図書館っぽくなりますよね。この本棚からは実際にエンチャント本を取り出せます。もちろん戻すこともできます。本棚の土台の樽は装飾というだけでなく、エンチャントが複数ついた本などを入れるのにも使っています。マウスオーバーしないと何のエンチャントか表示されないので、2つ以上エンチャントがついた本を本棚に入れてしまうとどれがどれかわからなくなるためです。他に本棚に入りきらない本もここに入れています。取り出したエンチャント本はこの金床ですぐに合成できます。見栄えと実用性が両立している、なかなかいいものができたのではないでしょうか。銅が錆びるのも楽しみですね。次回は拠点の整備に必要なアイテムを生産する施設を作ります。では、ご視聴ありがとうございました。